2020年の新年1丁目パラリンピックを必ず成功させるべく早速新年1丁目信号は新年5丁目取り掛かります。東京を選んだのは新道あれ確かに新道そうそう世界の人々から分かんないどこだ見えない気を重ねるように新年5丁目なんかあれだね、すごい気持ちいいね、うん、久しぶりに今日が決定した直後に向けて早速準備に取り付けるとコメントした安倍さん。その計画はすでに進められています。今回の招致で東京が大きくアピールしたポイント、それが The Tokyo Games will be very compact games. We can transport all the athletes, Olympic families, everyone. 関東地方だ。震度4とか言ってたら津波はないって。コンパクトな会場計画。震度4ってどこだ？東京の30以上のうち48以上8会場を半径8キロ圏内に。選手や観客などの移動の負担を少なくし、スムーズな大会運営を目指しています。その半径8キロの中心に位置するのが、東京晴海地区に建設予定のオリンピック選手村。レインボーブリッジが見えてます。そのすぐ高原です。あ、おはようございます。選手村が予定されています、ね、はいはい、今その地で、何もないんですが、ここに関係者1人たちおよそ1万7000人収容できるようになるということなんです。このさら地にどのような選手村が作られる予定なのか、東京都のオリンピック招致計画担当課長に案内してもらいました。まさに選手村の候補ですね、展望台の方です。そうですね、全体44ヘクタールの方でございまして、こちらに選手村を予定しております。44ヘクタール、東京ドーム10個分の土地に選手用のマンションなど24棟の建物が建てられる予定です。選手の皆さんが滞在している間、体を動かしていただく
今日本じゃないですか。それで、彼女は小岩の人だから、ね、万国さんという同級生、あと八百屋さんの2番目のお兄さんだって、今働いてる人は高校男子とか、その人は亡くなったんだって、高校のお兄さんと、それから片山智則でしょ、それとあと増田さんとも同級生、あっちから。みんな悪いことできない。それで宮の内があって、宮本さんって前の町会長で、お母さんまだ98歳で現状で、その時代に萩原さんっていう家があったんで、この家が売る時に自分近く取ったんで、ずっとそこに住んで、そのまま住んでたら、その萩原さんのお兄ちゃんたちが遊びに来る時に懐かしいって、自分の家がそのままそこにいたんで、何年か住んでたことがあるんだって。それでほら、社長さんが説明できるのは、これ、ミスさんですよね。今でもまだ仕事してる人だから、それで、確か、シンさんとかの夫がいたじゃない。その人は60歳ぐらいで死ぬんだよね。そしたらさ、自分の夫は喘息だから、お酒の煙草も飲むのか。